てさて、今回はですね、お友達にリクエストのヒントをもらったので、それをもとにね、頑張っていこうと思います。ちょっとね、お友達曰く、リクエストは、こっちのリクエストを先にやってからじゃないと、次のやつができないっていうのがあるみたいよって言っていたので、ちょっと今まではね、このリクエストがっていう、決め打ちというかね、頑張ってたんですけど、ちょっとそれが取れなかったら違うリクエストにチャレンジしてみるとかの方がいい時もあるみたいです。もしね、同じお悩みをお持ちの方はそういうことらしいです。ちょっとね、詳しくはわからないのですが、なんかそんなのもあるらしいです。で、今回はこのぐるぐる発車と、お一つどうぞを狙っていこうと思います。友達曰く、ぐるぐる発射は、とにかくオーブを投げてみたらしかね、言ってくれなかったんですよね。で、多分でも渦の中だと思うんだけどなーっていう気持ちです。とあとはラプラスのね、お一つどうぞはリンゴの好き嫌いがあるみたいよーというね、ヒントだけをくれましたので、今回はですね、渦の中にとにかくオーブを投げ入れようという気持ちと、あとはリンゴをあげるラプラスはちょっといろんな子にあげれたらいいなと思っております。シャワーズいっちゃったね。まだでもこの辺は大丈夫かな。早めに投げた方がいいのかな。ここでもマイカが飛んでるぐらいだもんね。大丈夫だね。あ、ゼニガメ。ちょっとゼニガメもさ、なるべく大きく取ってる。よし、ここだ。ここで、いっぱい投げたらいいのかな。なんか赤くチロチロしてる。でもそれは、夕暮れの反射なのかな。え、めちゃくちゃ投げてるけど、カメックスだ。カメックスが、すごいなんかいろんなとこ飛んでいっちゃった。カメックスいっぱい出てくるのね。もう出てこないかな。ちょっとあんまりしっかりできなかったな。満タインのリクエストもあったはず。満タインのリクエスト取れたかな。満タインがね、宙返りするだったかな。なんかあったんだよね。ちょっと、取れてるかな、さっきのカメックス。向こうに行って、また戻ってくるみたいな感じの動きをするんだね。もし今回取れてなくても、なんとか、もっといい写真が撮れるといいな。ラプラスまではまだもうちょっと時間があるから、シャワーズさっき、ね、陸地に上がっちゃってたけど、この辺で出てきてたような気もするんだけどね。アシレーヌがね、舞い踊る歌姫だったかな。もうあったけど、変わりはしないかな。いつもオーブぐらいは当ててるんだけど、場所によるのかしら。きれい。もう、アシレーヌ、行ってしまう。もうちょっとねえ、飛んだ。飛んだ。フワライドになっちゃった。カメックスいる。カメックス、あんなところにいる。どっち行ったらいいんだろうね、これは。ここか、シャワーズ出てくるところ。なんだけど、カメックス気になるな。サーチができるので、向こう側に行ってみようか。カメックス、これ出てくるかな。出てきそうだけどね、感じとしては。曲とかどうだろう。すごい至近距離。出てくるんじゃないかな。出てこない。ただの甲羅干しになってしまった。で、リンゴが好きなラプラスは誰だろう。奥の子かな。あなたかしら。あなたではないか。リンゴ、奥の子が一番さ、ちょっと遠いもんね。遠い方がなかなか難易度が違うかな。あなたか、それともあなた、いってしまう。あなたではないのかしら。あなた方ではないのかな。ちょっと当てた方がいいのかな。気づいてくれない。あなたかな。あなただ。これは取れたでしょ。喜んでる。かわいい。よかった。この子だけがリンゴが好きなのかな。グルメさんなのかな、他の子たちが。よかった。もっと大きく取れそう。かわいい。いやーよかった。でも気づくのにちょっと時間がかかるから、いっぱいリンゴを投げてる方がいいのかな。ありがとう友達。よかった。こんなにねできなかったのに、なんかあっさりできてしまってちょっと悔しいなという気持ちと、でもそれよりもねこう取れた嬉しさが今ちょっと爆発しております。カメックス取れてるかなと、ひょっこり満タインもうまいこと取れてたらいいな。よし、博士に見せる写真を選んでいきましょう。アシュレーヌある。アシュレーヌもあるの。その前に、まあいいかは変わらないかもしれないけど、キャモメちゃんはいないかな。ゼニガメさんはね、変わんないといえば変わんないけど、まあ見せておきましょう。これを、よかったなんだけど、星3のやつだねきっとね。どれがいいかな。これもなんだ。好きだけどな、このちょっと覗いてくる感じの。でもこれはリクエストではないのね。星3ではあるけど、どうしようかな。ちょっとお顔が見えてる方がいいよね、多分ね。よし、これを見せておきましょう。おー、すごいいいの取れてる。この3枚だね取れてるのは。これだね。こっち向きとかも取れそうだね。よしとしましょう。ホエロは、これ満タインじゃないんだ。これ個人的にはねすごくこう満タインの気持ちで取ってるけど、ホエロになってしまってるね。じゃあこれを見せておきましょう。だから今回は満タインとしての写真はないんだね。ビビオンになってると、これだ。わかった。跳ねてるんだねきっとね。ジャンプしてくれてたから、それがリクエストに引っかかったんだろうね多分ね。とフワライドは変わらないかな。満タイン取れてそうで取れてなかったのちょっと悔しいな。これでは乗せていきましょう。結局ね、カメックスとアシレーヌが取れてるのがちょっと嬉しすぎる。これはねもう変わらないとして、ゼニガメも変わらないね。前の方が大きく取れてたかな。よし、プラスのリクエストが達成でキラキラになったね。もっと大きく取れたらいいな。カメックス、噴射した水の勢いで飛んでいるのか。素晴らしい。最高の瞬間が取れてるよ。よかった。いや、もっとキラキラにしたいな。ホエル王は前の方が良かったかな。と、アシレーヌが気持ちよさそうにジャンプしているね。嬉しい。コンプリートもしたね。まだキラキラではないけど、リンゴとかもちょっと食べてたりとか、にっこりとかもしてほしいけど、これはこれでよしとしましょう。嬉しすぎる。ここの調査レベルはまだもうちょっと上がりそうだけど、とその前にこれ個人的には満タインなんだけどな。悔しかったな。カメックス、これでも出てきそうだよね。ちょっと顔ひょっこり出してくれないかな。とアシレーヌちゃんの星4。これはあれかな、もうちょっと先回りというか、ダッシュしたらもうちょっと大きく取れるとかそういうのがあるかなと、あとは個人的にねこれが好きひょこってしてるラプラスとこのクニョンって首をねしてるのが好きだから、ラプラス置いておきましょう。友達すごいなでこれをね、まあ友達はねヒントとか答えとか見てるかもしれないけど、よく私ができるようにヒントを出してくれたものよ。ありがとうございます。今度ご飯おごらせてねちょっとここでお伝えしておきましょう。とあと他にもねお友達いっぱいヒントはくれたんですけど、このね私が妹にヒントをもらったのに何回やってもいけない雪原のお昼、ここが2ルート目がまだ出てなくって左を見てねっていうヒントだけを妹にもらったんですけど、どうしてもできなくって、これもね聞いてみました。そしたら友達曰く「じゃあサンドパンを撮ってね」って言われました。なのでサンドパンの写真を撮るという気持ちでいきましょう。確かに左側、一番最初の左側にサンドパンはいたなーって、そう聞きながらね思ったんだよね。どこだっけ、この辺にいる、いた、はい、取ったよ。これでいいのかな。でもハテナがあるということはハテナにもいるのかな、サンドパン。こうしたら出てくるかな、リンゴなのかな、出てきてもう一人取ったらいいとかそういうこと？この辺かな？この辺どうだろう？もっと奥？後ろかな？後ろにいるのかな？ツンベアツンベアさん。いるかな？ここじゃない？でもこの辺にあるんだけどな。サンドパンって出るんだけどな。お友達、そして妹、わからないよ。でも、あれなのかな。オーブなのかな、リンゴなのかな。行ってしまう。ここじゃないのかな。この後にでもサンドパンまだ出てくるもんね、多分ね。そういうことなんだろうか。わかんないな。マニュラさんいたんだけど、ウリムはね結構いい写真撮れてるから、確かねこの辺にもサンドパン刺さってる時と刺さってない時があるような気がするんだけど、刺さってないね。サンドパンあれかな、一番最初のところだったかな。いやー下じゃないもんね。ふにゃーんって言われたけどどこかわかんなかった。マム何気にこれぐらいのあんまりアップしない方がマムいいかもしれないね。とねちょっとサンドパンは分からなかったからグレイシアさんよ、もうちょっとさ普段よりももっと大きく撮りたいね。リンゴで呼べないかな、リンゴか音楽、もっと大きく撮りたい。いつもねちょっと遠いから、ちょっとマシだけどちょっと真ん中じゃなかったかもしれない。ここに来たら恒例のゆきめのこちゃんも頑張っていい写真を撮ってあげたいんだ。よいしょよいしょ。ゆきわらしさんこの辺をねちょっとこうさせてもらって、アームドの航空写真もねここがいい写真になるんだよね。よし、ここでやってみましょう。まず起きて。よし。そして、いけるかな。よし。どうだろう。あ、いいんじゃない。今回こそ、鬼氷になったかもしれない。今回こそ真ん中って思ったんだけどな。ちょっとわからない。見てみないとわからないけど、行ってみましょう。あとは変わんないかな。あとはね録音ぐらいだもんね。でもちょっと普段と違うことをしてみたい。コイキングがね一人だけいるのも気になるよね。ちょっとコイキングここにちょっかいをかけてみましょう。あっ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 あ、グレイシアがいる、グレイシアがいる。降りてくるかな、降りては来ないかな。いやー、かわいいかわいいかわいい。ああ、でも出てきてくれない。ロコンがいっちゃった。でも出てくるとしたらこっちかな。これは調査レベルが上がったらいいとかそういうことなのかな。それともこうお昼で出会って夜で出会ってってしなきゃいけないのかな。うわー、ブイズって集合しないのかな。ブイズ集合してほしいな。あ、どこに走っていっちゃったね。でもここ私としてはゴールがあるから。いやー、でも前よりは絶対に大きく取れたかと思います。2ルート目いけなかった。いやー、もう一回行こう。ここサンドパン多分もっといるとかそういうことだよねって思いたいの。星2はあるけど星1がまだこっちの方が取れてるかな。星1でグレイシア一番大きいのこれぐらいかな。あんまりあと変わんないもんね。顔こっち向いてるのにしてみましょう。とサンドパンの星3、これすごいなんか躍動的で好きだけどな。これ見せてみようかな。とマンムーどうだろう、前と変わらない気もするけどね。まあ見せておきましょう。星1が前よりは大きく取れてるかな。鬼氷だちょっとここさ完全に雪目の子だと思ってるんだけどさ、ちょっと鬼氷じゃなく取れる方法ないかちょっと聞いてみようかな。クリスタフラワーじゃないよ。これこそさ雪目の子ちゃんなんだけど疑惑の判定すぎる。悔しい。クリスタフラワー見せとこうよし、まあよしとし無情とはちょっと言えないけど見せていきましょう。まずはグレイシアが前よりもね良くなったからこれだけはよしとしましょう。とどうだろうね、サンドパンさあ。ダメなんだ。お顔がしっかり見えてるとかはねいいんだけどね。と、マンムーあれかな、この右側にちらっと他のマンムーが映ってるからっていうのもあるのかな。キラキラになりました。まあよしとしましょういい、ね、と、噛んじゃった。盛大に噛んじゃったけどロコンも良くなったので今回の方残しましょう。いやー、ちょっとこれは疑惑の判定だけど、まあ残しておきましょう。いやー、これ悔しいな。これだけでも取りたいな、せめて。調査レベルはあんまりまだいかないけど、アルバム保存をしたらね再チャレンジしようと思っております。マンモーとクリスタフラワーねよしと、あとはグレイシアかな。グレイシアを見ておきましょう。ちょっと毛づくろいしてるのも置いとこうかな。もっとアップで撮りたい。もっとアップで撮りたい。よし、これぐらいにしてリトライでいけるかな。リトライレベル3でいいよね、多分いいよね。見ていきましょう。でもサンドパンあれかな、見えてないけど他にもいるのかな。間ぐらいとかもっと終盤とかなのかな。とりあえずはでもあれかな、昔のポケモンスナップと同じくで写真に収めなきゃいけないタイプかもしれないから、これでちょっと探していきましょう。全部で何人いるとかまではね教えてもらえなかったからね。これは何なの。あ、いた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 いいたね。あの子はいたけど、こっちにもいるのかな。ここにもハテナがあるんだよね。でもね、これはどうなんだろうね。これはどうしたらいいんだろう。あとはこっちにまだいる？いない？いない？いる？いない？こっちにいないね。いないね。ハテナが出た。あ、いける。はい。ぶつかる。ちょっと待って。あ、さっきの奥にいたサンドパンが良かったとかそういうこと。あ、何も見えない。サンドパン行っちゃった。サンドパン。行っちゃったね。完全に見えなくなってしまった。これは雪の上に変わった形の足跡。これ雪の王だね。で、あとは雪はみちゃんがどこかにいるのと、ガサってどっかで言ったけど何か見えない。あ、いた。サンドパンがいた。サンドパン、ここなんかそんなにサンドパンが楽しそうに。でもこれちょっといいんじゃないかな。大きく垂れてる。あとはなんだろう。ハテナがいるけどケケンカニだ。ケケンカニがいる。走っちゃった。ケケンカニいたと、あとまだハテナがあるのと、サンドパンが今またちらっと出たと思うんだけど、わからなかったと、まだ続くね。雪わらしちゃんがいる。戻ってきて洞窟前だね。ここは様子は一緒なのかな。ここから先は。やったー、嬉しい。ちょっとでもね、あんなに画面見えない感じなんだね。向こうでなんかしてるのもすごい気になるんだけど、私はここでなんとか雪めのこちゃんを撮りたい。雪めのこちゃんが撮れてるかな。すごいちゃんと真ん中でしてるつもりなんだけどな。ここは変わらないかな。タマザラシが増えてはないね。ここも変わってはいないかな。ここ気になるんだけどね、個人的に。ここは変わらない。タマザラシが行ってしまう。ここ、今回はポッチャマだ。ポッチャマになってる。ラコン、もっといい写真が撮りたい。よし。まあ。こっち向いた。これぐらいでどうかな。他のリンゴに気持ちがいってしまった。クレイシアはいないね。今回はね。転がっていっちゃった。タマザラシと、こっちも特に何もないかな。で、このポッチャマたちも変わらない。2ルート目出たよ。これ夜も行けるかな。夜も同じくで行けるかな。お昼が行けたら夜も行けるみたいな場所は今までもあったもんね。どうなんだろう。そして私の悲願の雪めのこちゃんが撮れてるかな。どうかな。新しく調査できたポケモンがいるのかな。これは楽しみだ。ケケンカニちゃんがね、いたもんね。雪めのこちゃんがいる。雪めのこちゃんいるけど星1だ。そうか。技までにはできなかったか。星3のサンドパンは前の方が良さそうだから、星2。この辺はでもなんかほとんど見えないね。星3。星1がもうちょっと大きく取れてるかなって思ったけど、そうでもなかったね。この子じゃなくてこの奥の子を探せたらよかったとか、そういうことでいいのかな。いいのかしら。いいのかしらと、雪の王ドアップだけど、ドアップがいいかな。でもほとんどね、真っ白でほとんど見えないね。と、ケケンカニちゃんがなぜか星4だね、これ。何なんだろう。で、星1とか2とかはまた、わあ、こっちの方がいい写真っぽく見えるんだけど、星4を先に見せておきましょう。と、雪わらしちゃんはね、変わらないかな。と、最後に撮ったツンベアも変わらないとは思うけど、クリスタフラワー、あー、これね、クリスタフラワーね。ポッチャマは変わらないかな。と、ロコンが星2はこっち向いてるから、星1でちょっとさっきよりも大きく撮れたのを見せておきましょう。これは鬼ご飯じゃない。ここよ、ここがね、雪めのこちゃんの扱いだったらよかったのにな。まあ、よしとしましょう。今回はね、実りもあったので。ではでは、博士に見せていきましょう。雪めのこちゃんは、ちょっと大きく取れたけど、ちょっとセンターを外れてしまったかな。サンドパンは前の方が大きく取れてるかな。昨日は何も見えないけど、今回の方がいいみたいなのでね、置いておきましょう。と、ケケンカニちゃん、はじめまして。まだ調査していなかったポケモンだね。の星4、何のあれかはわからないけど星4、まあまあよしとしましょう。と、ツンベアも前の方があれかな、お腹までしっかり映ってるからよかったのかな。と、ドコンは今回の方がよかったね。キラキラにはまだもうちょっとの感じ。よし、まあ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 よしとしましょう。レベルとしてはあんまりだね、あんまりだけど、まあ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 よし。ではこれで気になるのはあれだよね、夜に行けるかどうかだよね。ヒエール雪原で雪の壁の向こうに続くルートを発見したと、あと他の称号ももらえてリクエストも増えたね。あー、嬉しい。なんか、でもね、妹がね言ってくれた左側を見てねにしても、ね、今回お友達に教えてもらったサンドパン、この辺のサンドパンがね、星1じゃなかったのかな、見せれなかった。サンドパンを取ってねにしてもね、ナイスヒントでした。よし、これぐらいでいいかな。それでは一旦ベースキャンプに帰って、リクエストもねちらりと見ながら次にどこに行くか。まあでもね、夜に行きたいと思います。ヒエール雪原の夜に次は行きましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またね。